バロンドールおめでとうございます。メッシ8度目のバロンドール受賞ということで、もう人間じゃねえ。はい、どうも、チョボくんゲームでございます。 eFootball2024 アプリ動画やっていこうということで、今回はですね、まずですね、ガチャがですね、メッシ3選手登場で全メッシ獲得したんですけど、もう1選手ずつメッシをやっていきたい。まずはね、このメッシからやっていきますね。もうメッシメッシしか言ってないですけど、ロマンが詰まったメッシメッシメッシビッグタイムガチャから登場したエピックブースターリオネルメッシメッシやっていきたいと思います。チャンピオンズリーグ2015年かな、バイエルン戦でメッシがね、右足ループシュート決めて勝ったですね、あの試合のメッシです。ブースター神の子プラス4ということでね、ドリブル、グランダーパス、決定力、キック力のパラメーターが4上昇する感じだったけど、これまでですね、ブースターってプラス2が限界だったんですよね。ただもうメッシは固有ブースターみたいな感じだよね。とんでもねえことになりました。ドリブル数値が103で、一応ね、タレントデザインも振ったので載せておこうと思うんですけど、個人的にはこのタレデザが一番強いかなんじゃないかなって思ってる。グランダーパス90乗せからの決定力も90超えで、この圧倒的ドリブル数値、さらにはね、キック力も100超えの、逆足の精度が最高になってる。両足蹴れる、ぶっ壊れメッシが爆弾しております。いやー、ちょっと他のメッシもね、早く使いたいところなんですけど、BT ブースター神の子2015年メッシの固有のね、パフォーマンスもあるんですよね。この BT の固有のやつ、久々に見た気がするけど、当時のね、メッシの再現されてますね、パフォーマンスが。ボアテングをね、バンクルブレイクしてノイヤーの牙城をループシュートで破った、あのメッシが完全再現されてる。いや、ちょっとすごいです。他のメッシもね、凄まじいので話したいことがたくさんあるんですけど、早速ちょっと試合やっていこうかな。総合値105で紫ブースターっていう、紫のブースターやばいよね、かっこよすぎ。いきましょう、逆足最高のね、精度。とりあえずね、もうドリブルでガンガン仕掛けるっていう形で、ドリブル数値103からのね、キック力もあるから、ミドルシュートも狙いつつ、ほんとこのメッシはね、もうデザインの時点で優勝なのよ。バルサユニ10番でね、いやー、もうフェイスがいいもん、フェイスが。おしゃれ、ナイボー。いや、これは早すぎ、さすがに。トラップからのあのね、加速力。逆足最高生かしたいよね。きた！うおー！頭！ユナイテッド戦のさ、ビッグタイム、あのチャンピオンズリーグ決めたメッシのヘディングのやつね、ウィレ時代にも出た。あれがヘディングめっちゃ強いんですけど、まさかのこのメッシのね、ヘディングっていうね、一発目のゴールが。いやー、実に面白い。さあ、ここ入れる。そうだね、これでもう中に入っていく。スピードに乗った状態で、右足の、この火力を見せる。いや、かっこいいのよ、このフェイスがね。やっぱあの若きメッシ、27歳メッシです。いや、スピード乗った時のこの加速力半端なくない？そう。サンキュー、ギュンドン。来た、ここ。いや、ナイスタッチで、ダッシュするだけで抜けちゃう。もうスピード乗ったら止めらんないっすからね。やっぱ一瞬乗ってトラップのうまさから、ドリブルも見せたいね、ドリブルも。ダブルタッチから行く。何その抜き方、やばすぎ。ちょっと今見ました、これが神の子ブースターの神ドリブル、ここ。いやマジメッシ、まずは 2-0 勝利。このトラップとかもめっちゃうまかったね、動き出しのこのポジショニングいいしさ、前に入る感じ。あとは途中でやったね、ドリブルもメッシらしさ全開のね、あの頃のちょっとワクワクするね。あと100試合ぐらい行きたいですね。これこのドリブル消えてね、もうメッシ強すぎてさ、マジビッグタイムすぎて消えてますもんね、このメッシ。
センターフォワードとかでもやれそうなんだよね。逆足の精度が最高だから。追加スキルマッシュ、ちょっとブースターのメッシュをね、この今お出さんが使ってるブースターのメッシュをね、普段ガチスカで、まあ、今までは使ってたんですけど、マジで乗り換えるかもしれん。いやマジメッシュ出すぎてさ、もうスカット全員メッシュにしたいぐらいだもん、これ。もう正直さ、どのメッシが一番好きですかっていうね、まあ、ツイッターにも神神神っていうツイートしたんですけど、メッシのもうあれが登場したんでね。ただやっぱどのメッシも好きすぎて、うわいけるこれ、いやーできんだ、もうこんなんチートじゃん。そっからあそこにこぼさせるって、いやキーパーも強いよ。ただキック力101のメッシのもう足元にボールある状態からの異次元ミドルが最強に炸裂いたしました。うわーうまい、いやーそれうまくね、それアウトスピン神か、ムバッペか、やるな。メッシとムバッペのバロンドールがね争いましたね、2人で。そこにハーランドもいての、いや本当に素晴らしい。なんかメッシってしかもすごいのがさ、時代が変わってもどこにでも現れるところがすごいよね。さあスピード乗っていく、ダブルタッチから、いや今のよね、あの速さとトラップの感じのうまさと、うおこっから来た神だ、これがビッグタイムよ。2対1勝利。チャンピオンズリーグバイオですね、アンクルブレイクメッシの縦はね絶対的に警戒するんですよね。そこの中でギリギリのメッシ、さあ絶好調の105ブースター紫メッシ爆発してくれ。メッシこれマジのさ、あの現実のメッシじゃん、その決め方は。いやぶち抜いた。さあということでね、メッシが本当現実改善産業のようなミドルシュートを決めたところで終わりパターンですかね。ビッグタイムのねキック力爆上げミドルが炸裂しましたね。スキル追加するならでもライジングシュートとか面白いかもね。うん、やっぱ逆足の精度最高なんで、ちょっとこの試合センターを使っていく。うわー絶好調。ここからスルーパスもあるしさ、まあ、自ら右足で決めることもできるし、さあということでセンターフォワード絶好調105メッシいきましょう。これ真ん中も強いでしょう、間違いなく。うわここで上がれる、ふっ、おいしょ、惜しい。メッシに当てる、さあここで開始くー、うわー右足ー、神の子、これがブースター神の子。そして逆足最後究極のドリブル、マジでもうアンクルブレイク級のねディフェンダーを翻弄する。一回当てて落として、メッシの CF 真ん中割とありな、マジで真ん中 CF あり、カットインでいいんじゃない。さあうまい、いやーその動きはえぐい。今見ました、オフザボール一回裏にさグッて一瞬行くのよ、そして足元で止まる。神だ、神が降臨している。オッケーで、ここでよっしゃー、神のドリブル、右足のねクロスもあるが、あー中にのとこ行った。ちょっと待って、ピンポイントインパクトクロスね、インパクトクロス上げようとしたんですけど、まさかのパスになっちゃったけど、ああいうところからのドリブルで、まあ、アシストとかも狙えるしね、右足最高なんで。さあいいとこ入った、メッシに入れよう、ファイヤー、右足がチートだ。メッシに
よ。左足がチートだ。割とセンターフォワードの無印がガチであり強いもんだって。ミドル打てるしさ、まあ、自分でいけるし、さあ自分でいける神の子の強さ。ほっ、ファイヤートラップ、うめー、惜しい。リベリー裏、よっしゃー、ヘディング、うまい、ハットトリック。このメッシさ、一試合はそうだったけど、あのスパイクをさ、スパイク抜けたメッシじゃないよね。もうスパイク抜けたメッシの性能も兼ね備えちゃってんのよ、ヘディングで決めちゃうのは。 3-0、 メッシ右足に得点。ちょっとこれハイライト見たいやつ。いや、まずここですよね。ここでまあディフェンスラインはね揃ってんのよ。ただそこさえもいっちゃいますからね。最後はダブルタッチのキャンセル右足シュート。あ、ロナウジーノとメッシで組むか。紫ブースターあと最高。入る、そう、もう打っちゃおう。キック力101のライジング級ミドル、突き刺す。よし、左足、よし。さあドリブル、ダブタで、はあ侵入は無理か。よーし、2点。いや斜め、もう1個、右足じゃなくて左でいくか。 OK、 もう右でも左でもどっちでも OK、 どっちでも OK なの。それぐらいですね、やっぱこのメッシの両足信頼してるんで。今のは左でいきましたね。結構右の角度の形だった気がするけど、うわうわ、いやー伸びちゃった、惜しい。でもなんかタッチが本当メッシ、現実メッシ味があるよね。またまたハット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 のね、超絶リオネルメッシ。今回ですね、とにかく楽しかったですね。 BT メッシのバイエルン戦のチャンピオンズリーグでループシュート決めたりですね、あとはミドルシュートも決めたメッシをね使わせていただきました。まあ、今回のメッシウィングでのね、やっぱドリブルのところでね、非常にえげつないドリブル、細かさからできる、プラスですねキック力の高さで、ドリブル数値がやっぱ103あるんで、スピードの状態が異常に強すぎる。あとね、2人 BT メッシが登場してるんで、ちょっとまたメンションもやっていきたいんですけど、今週はねメッシ祭り、神神神、バロンドールもね獲得しましたし、もうサッカープレイヤー史上最高の会議を放ってるメッシ、最高でした。またよっしょ、さよなら。